ニュースポストセブンです。珍取説です。週刊ポストが西村康稔経産大臣出張時の注意点と題した文書を入手しました。お土産購入路地の項目には、大臣はお土産の購入量が非常に多いため荷物持ち人員が必要、秘書官一人では持ちきれないため東京駅の大臣車積み込みまで対応、会計は一人ではなく複数人で対応できる体制が必要、大臣は夕食を購入するために駅構内を散策、弁当購入部隊とサラダ購入部隊の二手に分かれて対応など、きめ細かすぎるサポートが記してあります。ニュースポストセブン。